次回の更新は12月16日金曜日です。次回の番組内容をお伝えします。街の出来事では、市内で行われたイベントの模様をお伝えします。健康情報などをシリーズでお伝えするコーナー、健康づくりタイム。次回は休日夜間の応急診療についてをお送りします。津市のスポーツ少年団を紹介するコーナー、ワクワクスポーツカタログ。次回はバレーボールチームの上野女子スポーツ少年団を紹介します。定例記者会見での市長からの発表の内容をお送りします。続いてミニ情報のコーナーです。今回は11月1日現在の住民登録数をお伝えします。世帯数は 127,860 世帯で、前月より55世帯増加しました。人口は 272,841 人で、うち男性が 132,808 人、女性が 143,033 人で、前月より全体で40人減少しました。消防関係者による仕事始めの行事、出初め式で行われる木遣りと一斉放水を見に来ませんか。1月8日日曜日、メッセウィング三重とその駐車場で令和5年津市消防出初め式が行われます。出初め式で披露されるのは、古くから町火消しが力を合わせるために歌った木遣りや、消防士がホースを使い空高く水を打ち上げる一斉放水です。なお、今年は消防分列行進と式典の一般公開はありませんので、ご注意ください。お問い合わせは消防団統括室、電話 059-254-1602 までご連絡ください。この後は市役所からのお知らせをお伝えします。次回も津市行政情報番組まるっと津ガイドをぜひご覧ください。いつの日にも暖かく包んでくれるこのふるさと、みんなの優しさが好き。